皆さんお久しぶりでございます。ザッキーです。この度動画のタイトルにもある通り動画投稿を再開しようと思い、今回久しぶりに動画を回しております。今年の3月の件では見ていただいていた方を裏切るような形になってしまったこと、さらには大会報酬を遅らせる一因になりユーザーの皆様にご迷惑をおかけしてしまったこと、本当に申し訳ありませんでした。改めてここでお詫び申し上げます。以前出した動画が事実であるということに変わりはないのですが、配信をこれからまたしていくにあたり皆様に再び信頼してもらうというのはすぐには難しいことかなと思います。そのため大会配信などできれば全試合ライブでという形を毎大会取ったりですとか、大会最後に引き継ぎをしてきつい回数を皆さんにお見せするなどしていきたいところなんですけれども、僕の今の生活的に正直それは厳しい部分があります。なので今後は大会でガチガチに上を目指すということはせず、少しでも皆さんがためになるような動画というのを作ることに専念していきたいと思っています。今はこのような結論に至っていますが、今後もしまたこの大会は頑張りたい、上を目指したいと思うことがありましたら、その時は何とか時間を作ってその大会だけは全試合ライブをし、大会後に引き継ぎ回数をお見せするというような形にしていきたいと思います。また投稿頻度についてなんですけれども、以前は多い時は本当に週5、6とかで上げた時もあったと思うんですけれども、生活がその時とはかなり変わってしまっておりまして、動画作成に割ける時間が少なくなってしまっているのが現状です。なので投稿頻度はすごく不定期になるかなと思います。月1とかになる時もあるかもしれませんし、逆に週2くらいで上げる時もあるかもしれません。その代わりといっては何なんですけれども、分かりやすくためになる動画をという意識を一本一本持って頑張って作っていきたいなと思います。手短ではありますが、今回の動画を復帰動画といたしまして、次回からは通常通りの動画投稿にしていきたいと思います。批判ももちろんあるかと思います。ですが動画投稿していない間にこんな4000人の小さいチャンネルに対してわざわざ応援の言葉を書いて送ってきてくださる方々が何人もいらっしゃったことがものすごく嬉しく、それに対して少しでも答えたいなと思いました。そのような方々の期待に応えられるような、またその批判を覆せるような動画をお届けできたらなと思います。それでは皆さん、また次回の動画で。